さあ火事になってしまった回し屋個人、院長たちの安否が確認が取れてないので、早速ちょっとね安否の確認に行かねばなれないですね。向かいましょう。さあここを曲がれば個人だ。みんな無事でいるか。あの生意気なクラム君やテレサ院長、ああ焼け落ちてしまっている。完全に焼け落ちている。でも助けの人たちはもう来ている。ひどい、完全に焼け落ちているね。あれ、あんたたち、あなた方はマノリア村の人ですか。ひょっとして君たち遊撃協会から来たのかい。うん、皆さんはマノリアの方ですね。ああ、瓦礫の片付けをしているんだ。昨日の夜中に火事が起きて慌てて消火に来たんだけど、まあご覧の通りほぼ建物は焼け落ちちまった。それで院長先生と子供たちは、そちらが大丈夫、みんな無事だよ。よかった、みんな無事。今マノリアの宿屋で休んでもらってる最中なんだ。でもあの囲まれた状況からどうやって抜け出したのか。これだけの火事だったのに全員大して怪我はないそうだぜ。よかった。うん、不幸中の幸いだね。俺たちはもう少し後片付けをするつもりだけど、あんたたちはどうするんだい。あ、早速宿屋に行ってあの子たちのお見舞いに。悪いけどそれは後回し。ふえ、この現場ざっと見ただけでも妙なことが多すぎる。ヨシオはすでにいろいろ気づいている。そしてそういう手がかりは時間が経つと失われてしまうんだ。君の気持ちもわかるけど、今は現場検証の方を優先しよう。火事のね起こった原因はちゃんと突き止めねばならない。わかった、私たち遊撃士だもんね。何があったのか突き止めないと。うん、早速敷地内を調べてみよう。話はまとまったみたいだね。それじゃあよろしく頼んだぜ。そう、プレイヤー視点から見ても出火場所がね若干おかしなところだった。ここら辺ね。はい、石垣は完全に崩れ落ちている。ここ特にひどく崩れちゃってるね。それとなんか変な匂いがしない。匂いもする。そうだね、これはひょっとしたら。うん、吉山も何か気づいたか。で、ここ食料品が入っていた樽は真っ黒に焦げている。うん、食料品をは別に何もね起こっていない。倒れたミルクタンクはすでに空っぽ。いろいろと荒らされた形跡もあるが、そう、火事だけならねこんなことにならないので。うん、ここら辺が荒らされているのはちょっとおかしな話。これ今出なかった、なんかあ、出たこれ、うん、暖炉用の薪が散乱。でも暖炉とかから出火したという感じではない。ハーブも根元から引き抜かれて散乱ね。院長先生が大事に育てているというハーブ、これも荒らされている。明らかにただの火事というわけではない。一から立て直すしかない。本当に驚いた。で、あと調べるとかどこだったかな。とにかく明らかにね、もう放火感がねプンプンなので、はい、扉の残骸が転がっている。うわ、真っ黒焦げになっちゃってる。あれ、どうしたの。気のせいかもしれないけど、蝶子貝の部分が変な風に引きちぎられてない。確かに、まるで火がつく前に破壊されたような感じだね。火がつく前に扉は破壊されていた。さっと、いろいろなことが見えてきたね。この辺りで一旦整理してみようか。うん、わかったわ。まず出火場所なんだけど、どうやら建物の中じゃなさそうだ。屋外の可能性が高いと思う。屋外？うん、こっちだ。そう、ここは激しく焼けていた場所。そして変な匂いもしていた。ちょうどこの辺りだから建物全体に火が回ったんだろう。あ、石壁が崩れ落ちちゃった場所ね。でもどうしてここが出火場所ってわかるの？地面の焦げ方が他の場所より激しいからだよ。周りと比べればわかるはずさ。そう、周りよりめっちゃ黒くなってる。あ、本当だ。建物外部のこの場所から火が広がったという事実。これが何を意味するかわかるかい？それって、はい、選択肢が出てくる。山火事に巻き込まれた何者かによって放火、照明器具の発熱。まあ、照明器具はね、まあ、外にはなかったですし、山火事、他のところが燃えていないので、やはりこれは放火となってしまう。この辺りに漂う匂い、これは可燃性の高い油の匂いだ。多分この辺りにぶちまけてから火をつけたんだろう。そんな。それから建物の敷地が散らかりすぎてるのも変だ。消火するのに関係のないハーブ畑までが荒らされている。これも何者かの仕業だと思う。
それ本当ですか？娘の声。クローゼもここを見に来た。あ、クローゼさん、来ていたのか。火事があったと聞いてはね、駆けつけずにはいられない。どうして誰がこんなことを。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所を。どうしてこんなひどいことができるんですか？クローゼさん、ごめんなさい、取り乱してしまって。私取り乱すも無理ないよ。知り合ったばかりの私たちだってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん、でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから、だから大丈夫、もう安心してもいいからね。ありがとう、少しだけ落ち着きました。朝の授業を受けていたらいきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか。院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。あ、はい、そうしていただけると嬉しいです。それじゃあ早速マノリアに行くとしましょう。はい、まあなんとかね、個人はこんなですけど、院長たちは無事なので村へちょっと顔を見に行きましょう。さあマノリア村ですが、多分この木蓮って酒場にいるかな。2階にいたような気がする。よいしょ、こんにちは。あ、みんないますね。先生、みんな、クローゼちゃんが来ましたよ。あ、クローゼ姉ちゃん来てくれたんだ。みんなどこにも怪我はない？うん、大丈夫だよ。ポーリーも平気。よかった、本当によかったね。ふ、よく来てくれましたね。エステラさんと吉田さんも一緒に来てくださったのね。さすがにね、聞いたからには殺さざるを得ない。はい、ギルドに連絡があったから調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか、訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たってあの火事を調べに来たんだろう。何か分かったことあんの？なんと言ったらいいのか、子供たちの前ではちょっとね、困ったように目を交わした。言いづらい心もある。ねえみんな、お腹空いてないかしら。私朝ごはんを食べてなくて、食堂で何か頼もうと思うの。ついでだからみんなにも甘いものをご馳走してあげる。え、本当？ポーリー、プリン食べたい。でも姉ちゃん。マリーも何かさせていきましょう。クラム、え、つべこよやずにさっさと来なさいってば。クローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。クローゼは気を利かせ、さらにマリーはさしていく。マリーちゃんもかなり大人な子供という感じですね。他二人は子供らしい子供。ふう、助かっちゃった。あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね、あのマリーって子は察してくれたみたいだけど。ふ、良い子に恵まれて私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。それじゃあちょっといろいろ聞かせていただく。まず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか、やはり火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが、テレシャ院長も察していた。そこでお聞きしますけど、犯人に心当たりはありませんか？こういうことをその動機があるという意味ですけど。見当もつきません。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。つまり強盗目的じゃないし、怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど、愉快犯という可能性もあります。事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが個人の近くをうるついていたとか。そうですね、昼間にエステルさんたちがお見えになってから特に。あの方は関係ないでしょうし。あの方、火に包まれた建物から私たちが脱出しようとした時、天井の針が落ちて玄関から出られなくなってしまったんです。そう、あの時点では囲まれていた。ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、なんと扉を破って助けてきてくれたやつがいる。針をどけて私と子供たちが逃げるのを手伝ってくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって、マノリアの方々に聞いても誰も心当たりはないそうです。怪しいですね。そんな真夜中に個人の近くにいたというのも気になりますし。どういう雰囲気の人でした？
象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。見事な銀髪をなさっていました。銀髪？お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。お若いのに苦労なさったようなね、眼差しをね、ええ、悪い方には見えませんでした。普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。ヨシワは何かポカン。ヨシワ？何をぼーっとしちゃって。いや、そうだね、案外どこかに遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。うん、銀髪の人と聞いて若干心当たりがありそうだが。で、クローズは戻ってきた。あれ、クローズさん、あの子たちはどうしたの？ふ、下でケーキを食べています。あの先生、お客様がいらっしゃいました。お客様？お邪魔するよ。男性の声。この二人は、あ、ダルモア市長。おや、昨日待った遊撃士君も一緒だったか。さすがはジャン君、手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだテレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなのだよ。だがご無事で本当によかった。市長も孤児院のね、家事を聞いてやってきた。ありがとうございます市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。いや、これも市長を統括する市長の務めというものだからね。それよりも誰だか知らんが許しがたい所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。ジョセフというのはテレサ院長の夫ですね。心中を察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであればあの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが唯一の心残りですけど。遺品も燃えてしまった。全体があんなですからね、テレサ先生。遊撃士諸君、犯人の目処はつきそうかね。調査を始めたばかりですから確かなことは言えませんが、ひょっとしたら愉快犯の可能性もあります。そうか、なんとも嘆かわしいことだな。この美しいルーアンの地にそんな心の醜いものがいるとは。市長、失礼ですが。なんだね。今回の件、もしかして彼らの仕業ではありませんか。ま、待って、彼らって誰らのこと。君たちも昨日絡まれただろう。ルーアンの倉庫区画にたむろしてるチンピラどもさ。ギルバートはそう思っている。あいつらが。失礼ですが、どうして彼らが怪しいと。昨日もそうだったが、やつらいつも市長に立ちついて面倒ばかり起こしているんだ。市長に迷惑をかけることを楽しんでる節すらある。だから市長が懇意にしてるこちらの院長先生に。ギルバート君。はい。憶測で滅多なことを口にするのはやめたまえ。これは重大な犯罪だ。冤罪が許されるものではない。申し訳ありません。考えが足りませんでした。余計なことを言わずとも、こちらの遊撃士諸君が犯人を見つけてくれるだろう。期待してもいいのだろうね。うん、任せて。全力を尽くさせてもらいます。うむ、頼もしい返事だ。ところでテレサ院長、一つ伺いたいことがあるのだが。何でしょうか。孤児院がああなってしまって、これからどうするおつもりかな。再建するにしても時間がかかるし、何よりミラがかかるだろう。正直困り果てています。そう、それを言われてはちょっとどうするか。当座の高いはありますが、立て直す費用などとても。院長先生、やはりそうか。どうだろう、私に一つ提案があるのだが。何でしょう。実はオートグランセルに我がダルマー家の別邸があってね、たまに利用するだけで、普段は空き家も同然なのだが、しばらくの間子供たちとそこで暮らしてはどうだろう。え、もちろんミラを取るなどと無粋なことを言うつもりはない。再建のめどがつくまでいくらでも滞在してくれて構わない。ですがそこまで迷惑をおかけするわけには。なんかいい話を持ってきているように聞こえるが、どうせ使ってない家だ。気が咎めるのであれば、うん、屋敷の管理をしていただこう。もちろん謝礼もお出しする。市長、少し考えさせていただけませんか。ありがたい申し出ですけど、いろいろなことが起こりすぎて少し混乱してしまって。無理もない、ゆっくりお休みになるといい。今日のところはこれで失礼する。その気になったらいつでも連絡してほしい。はい、どうもありがとうございます。ギルバート君、行くぞ。はい。市長と秘書はとりあえず様子を見て帰っていった。ついでに何か提案もしていったけど、はあ、驚いちゃった。メイベル市長もそうだったけど、めちゃめちゃ太っ腹な人よね。そうだね、元貴族っていうのもうなずけるな。クローゼは、先生、市長さんの申し出どうなするおつもりですか。そうですね、あなたはどう思いますか。常識で考えるのなら受けた方がいいと思います。
だけど一度オートに行ってしまったら、うん、もうここに戻ることはないんだろうか。いえ、何でもありません。ふ、あなたは昔から聞き分けがいい子でしたからね。いいのよクローゼ、正直に言ってちょうだい。あのハーブ畑だって世話する人がいなくなるし、それにそれに先生とジョセフおじさんに可愛がってもらった思い出がなくなってしまう気がして、ごめんなさい、愚にもつかないわがままです。クローゼもテルサ院長、そしてジョセフさんに可愛がってもらった過去がある。私も同じ気持ちです。あそこは子供たちとあの人の思い出が詰まった場所でも、思い出よりも今を生きることの方が大切なのは言うまでもありません。はい、近いうちに結論を出そうと思います。あなたはどうか学園祭の準備に集中してくださいね。あの子たちも楽しみにしていますから。はい。エステルさん、ヨシアさん、申し訳ありませんが調査の方よろしくお願いします。お任せください。絶対に犯人を捕まえて償いをさせてやりますから。さあ、これで放火犯を探す、そういう流れになってきた。それにしても大変なことになったわね。犯人探し、どこから始めよう。そうだね、とりあえずギルドに戻ってジャンさんに報告した方がいい。一旦ね、放火かもしれないと。捜査方針はそれから決めよう。うん、分かったわ。クローゼは考えている。あれ、どうしたの、ぼーっとしちゃって。あ、ごめんなさい、私もちょっと混乱しているみたいで。そっか、そういえばジョセフさんって院長先生の旦那さんのこと。はい、数年前にお亡くなりになりましたけど、私も随分可愛がっていただきました。そうなんだ。あれ、ということはクローゼさんも孤児院の出身、可愛がっていただいているということはそう思うが、いえ、残念ですけど、うん、出身ではない。随分昔にある事情でお世話になったことがあるんです。それで王立学園に入ってルーアに来たのをきっかけにまた親しくさせていただいて。なるほど、だからいつも遊びに来ていろいろと手伝いをしていたんだね。昔からの親交があった。はい、私の受けたショックなんて先生やあの子たちに比べたら全然大したことはありません。なんとかして元気づけて。クローゼお姉ちゃん、これマリーがかけてきた。マリーちゃん、どうしたの、そんなに慌てて。あのねクラムのやつがどっかに行っちゃったのよ。またクラム君がどっかに行った。どこかに行ったって、もしかしてマノリアの外に。詳しく話してくれるかな。あ、はい、あのおじさんたちが来てからクラム2階に上がったみたいで、すぐに降りてきて真っ赤な顔して絶対に許さないとか言って、そのまま飛び出して行っちゃったんです。市長たちの話を聞いてブチ切れて飛び出していった。ということは絶対に許さない。それってまさか。はい、あの時話していたのは放火をした犯人が誰かという話、そしてそれを言っていたギルバートがタルムスロ連中と言っていたので、うん、レイブンの方に勝ち込みに行った、そういうことでしょうか。市長の人が喋っていたのを聞いてしまったんだろう。そこだけ聞いて行ってしまった。大変じゃない、まさかあの子連中のところに乗り込むつもりなんじゃ。そんなこうしてはいられません。私急いで追いかけないと。僕たちも付き合うよ。急げばルーアンに行くまでになんとか追いつけるかもしれない。クローゼお姉ちゃん、心配しないで、クラム君は必ず連れ戻すから。マリーちゃんは他の子たちの面倒を見てあげてね。マリーちゃんはお姉ちゃんっぽいしね、ちょっと。うん、お姉ちゃんたちお願いね。さあ、またクラム君が暴走状態だが、うん、ルーアンに引き返してなんとか助けなければいけない。さっさと戻っていきましょう。さあ、もうすぐルーアン市ですが、街道にクラム君の姿はなかった。もう不良どものところに突っ込んでいってしまったか。うん、街道にはいなかった。まさかもう連中のところに乗り込んでいったんじゃ。クローゼは心配そう。とにかく南の総区画に行こう。クラム君だけ突っ込んでいってはボコされるのは目に見えている。早く行かねばならないが、しまった、もう昼前か。はい、クラムが橋を渡ってしまったが、昼前、つまり羽橋が上がって向こうに行く手段が限られてしまう。クラム君待って、ダメだ、聞こえてないみたいだ。もうどうしてこんな時に橋が。30分も待ってられないわよ。そんな、このままじゃあの子が。どうしよう、どうすれば。クローゼさん、落ち着いて。忘れたのかい、君が教えてくれたことを。え、橋がなかった頃は何を使って向こう側と行き来してだった。え、あ、小舟ね。そうでした、確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ、それで向こうに渡りましょう。はい、ホテルの裏に貸しボート、昨日ナイアルと泊まった地下、あそこから出たところにありましたよね。
ボートの行けそうなところがね、よいしょ。これ別に支配人さんになんか言わなくてよかったかな受付に何か言わなくても大丈夫だったか。おじさん、すいません、押してください。なんじゃいお前ら、お前さんたち、そのボート貸してくれる？急いで向こうが岸まで渡りたいの。残念じゃが、このボートは公爵とやらの予約が入っていたな。ここでまた公爵、これから水遊びをするそうじゃが。そんな、どうかお願いします。小さな男の子が危険な目に遭うかもしれないんです。泣きそうな顔をするな、マゴメスのことを思い出すじゃろうが。まあいいじゃろ、人助けたらばし方あるまい。おじさんいい人、とっとと乗っていくわ。ありがとうございます。おじいさんサンキュー。ふ、公爵とやらには整備している最中と言っておく。坊主、ボートの操縦はわかるか？はい、なんとか。それじゃあ二人とも乗って。いいおじいさんでよかった。公爵が先に乗っていたらちょっとね、アウトだったが、これで一旦向こう側まで行ける。でもクラム君は結構先に行ってしまったので、すでに乗り込んでしまっていってるでしょう。早く追いつかねばならん。よいしょ、みんなで降りて。ここは総国かな、一番南。あ、この声はジーク。なんか見てきてくれたっぽい雰囲気を出している。あ、ジーク？ピッ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 、いろいろ言っている。そう、わかったわ、クローズやりかい。やっぱりあの子、一番奥の倉庫に行ったみたいです。うん、あの見張りが立っていた倉庫ですね。急ごう、連中のたまり場は奥の方だ。了解。はい、これで居場所も分かった。さっさと乗り込むしかない。さあ行くぜ、ごめんください。ちょっと いいですか、クラム君返していただいたらすぐ帰るんで。で、とぼけるな、お前たちがやったんだろう。クラム君は威勢よく攻めているが、絶対に許せないからな。何言ってんだこのガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃま来るところじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。いやー、そいつはいいや。わあ、クラム君はもう破れかぶれた。なんだこのガキ、何ぶち切れてんだ。母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。うん、そこもちょっとね、刺さってしまう。おいでね先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切でよ、よくもよくもよくも。しかしさすがにちっちゃい体ではかなわない。黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお仕置きが必要みてえだな。お尻百叩きといきますか。ひゃはは、このままでは不良たちのおもちゃにされてしまう。やめてください。ここで突撃。お前たちは向こうも武器を持ってる。ケホケホ。クローゼ姉ちゃん、子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか。なんだと。ようようお嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの。いくら遊撃士がいたところでこの数相手に勝てると思うか。いや、集団戦は即位なんですよ、ヨシュア君がね僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。なんとクローゼさん、え、本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。ここで何か出す、レイピアを出す。今がその時だと思います。え、護身用のレイピア。その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。クローゼさんも戦える女だった。かっこいい。向こうにはちょっとハートを打ち抜かれてるやつがいる。可憐だ。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っこにまで舐められてたまるかってんだ。俺たちレイブンの恐ろしさを思い知らせてるぞ。ウィース。さあこれでクローゼも戦える状態でパーティーイン。3人で戦うことになります。向こうのが早い早いやつが2人ほどいる。だがまあなんとかあるでしょう。じゃあ吉田君には頑張ってもらって、絶縁とかでねはい、でクローゼのターンですが、クローゼは、まあね、レイピアとかも持っていますけど、アーツが割と得意な子ですね。アーツも初期から結構いっぱい光栄な風に使えますね。で、まあ、クラフトはこのケンプファー、これも結構強いですね。相手の攻撃防御 50% ダウンという結構強力な技を持っている。でこれはあのあれですね、ジーク君が、白ハイブさんのジーク君が突撃していくやつで、スクラフトは、まあ、全体回復みたいなもんですね、うん、大炎ですけど全体回復してくれる感じです。で、じゃあアーツを適当にぶっぱで、ああ、ここに入るか、ここに入る。これ行っていきましょう。あ、そ
取れ。これ即死入ってないけど、あーでもかなり効いた。一人さよなら、うん、いい感じですね。これで終わりか。よし、これで終わり。よーし、超出来。クローゼは無傷で終われたから。クローゼの方がしかもちょっとレベル高かった。こいつら化け物か。遊撃士はともかく、こっちの小娘もただ者じゃねえ。すごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その件、名のある人に習ったものみたいだね。いえ、まだまだ未熟です。名のある人ね。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします、どうかその子を離してください。このアーマー、ここまでコケにされて、はいそうですかって渡せるか。そこまでにしとけや。青年の声だ。誰だ、あらてか。ここで来る赤毛の男、アガット。やれやれ、久々に来てみりゃ俺の声も忘れてるとはな。久々に来てみりゃ。あ、アガットの兄貴、兄貴と呼ばれている。来てたんすか。若干の敬語。どうしてあんたが。ていうかこいつらの知り合いなの。レイス、エステルのコタムシ。はい、なんでしょう。腹パン、ふぎゃ。お前ら何やってんだ。女に絡むはガキを殴るわ。ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今更差し出されたく。チームを抜けたという言葉。アガットももともとこの不良グループの一員というかリーダーだったりする。兄貴勘弁してくれ、この呼ばれ方からしてもね。ガキならほら解放するからよ。クローゼ姉ちゃん、アガット的には、でもね、アガットがいた頃はちゃんとね、筋を通すというか、うん、そういう感じでやっていた。全く乱暴なんだから。第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ。ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよこどもが放火事件を調査してるってな。さてと。おい坊主、なんだよ。一人で乗り込んでくるとはなかなか気合いの入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ、ちょっとね、勇気を認めた上で注意をしていく。え、クラム、声、テレサ委員長も来る。先生、どうしてここは。ギルドで事情を伺ってそちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は、今度だけはオイラ謝んないからな。火をつけた犯人の絶対にオイラの手で。クラム、テレサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなに一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまって家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから、お願いだから危ないことはしないでちょうだい。先生、うわーん。クラム君もたまらず、うす、こういうのには弱いかも。はい、本当に無事でよかった。アガットは、たく、これだから女子供ってやつは。おい小僧、院長先生たちを連れてさっさとこっから引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。まあアガットは見るからに苦手そう。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか。決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと灸を据えてからな。これはアガットに任せて良さそう。勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。ヨシワも結構にっこり。まあでもこれでね、アガットが結構影響力が強そうなので、不良からは真実が聞けそうと。で、本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。俺なんかいいですってば、これも仕事のうちですから。それよりいいんですか、マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら、罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでも。あなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしているのですから。楽しみはね、あった方がいい。よかった、間に合ったか。よしはなんかしていた。ボートは返してきたよ。あ、そうか。ボートを返してきた、ちゃんとね。あ、サンキュー。すみません、お一人で行かせてしまって。気にしないで、大して手間じゃなかったし。吉田さんも本当にありがとうございます。クロデ姉ちゃん、それとエステレ姉ちゃんと吉田兄ちゃん、今日はありがとな。オイラなんか助けてくれてさ、ちゃんと
礼を言ってくれる。おいら本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、本当みっともないよな。そんなことみっともなくなんかないさ。え、ここは男同士で話していく。大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする。そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ、本当にね。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。よしは兄ちゃん、だけど犯人を探し出してとっちめるのは僕たちでもできる。君は君にしかできないやり方で先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたり、お手伝いをしたり、励まし合ったり、支えてあげたりね。クラム、それは君にしかできないことだよ。オイラにしかできないこと。うん、兄ちゃんの言ったことなんか分かったような気がするよ。どう、やれそうかい？もちろん論だよ。オイラに任せておけって。ここら辺がヨシアがね、子供に好かれるゆえんかもしれない。本当に何か何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。あ、クロゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。うん、頑張っちゃうからみんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またな姉ちゃんたち。クロゼも何か学園祭でお芝居を披露するらしい。映えそうですね。ええ、ああよかった、元気を取り戻してくれて。ヨシアってばなかなか憎いこと言うじゃん。ヨシアのねサポートがあった頃こそクラム君も立ち直れた。ふん、びっくりしました、あんなに元気になるなんて。ヨシアさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守るか。ヨシアは何かを重ねて言っていたのかもしれない。とりあえずあの子が無事で本当に良かった。クローゼさん、協力ありがとう。そんな、お礼を言うのは私の方です。あ、そういえばあの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか。そう、アガットがめちゃくちゃやりそうな感じだったが、ああ、あの赤毛男が締め上げてるってあれか。もう終わってるのかな。一旦ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい。はい、できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃレッツゴー。一旦アガットがね吐き出させた情報を確認しに行きましょう。どうだいアガット、終わったかい。今んとこいない。おう、ご苦労さん。ジャンさん、アガットはどうですか。どうやら男の子は無事助けられたらしいな。うん、なんとかね。それよりも驚いたわよ、あの赤い男が来るんだもん。あ、アガットのことか。別件でルーアに来たところを無理やり頼んだってわけさ。何せ奴はレイヴンのリーダーを務めていたからな。やっぱりそうでしたか。道理で柄が悪いと思ったのよね、元不良上がりの遊撃士といっても昔のことだけどね。君たちくらいの年齢でこのルーアに流れてきてね。ジャンさんもアガットのことは昔から知っている。荒っぽい連中を引き連れて随分暴れてくれたもんさ。あの頃に比べたら今のメンバーは可愛いもんだな。女子どもに絡むゲスの奴らだが、暴れ方は当時の方がすごかった。そんな奴がよく遊撃士になったわね。まあ、ある人と知り合ったのがきっかけでね。ある人とね。それから遊撃士を志して今じゃすっかり若手のホープだ。人間変われば変わるもんだよな。余計なおしゃべりはそのくらいにしておけっての。昔話を勝手にされるのは嫌いそう。あ、帰ってきた。人がいないのいいことに好き放題言いやがって。相変わらず人を食ったやつだ。はあ、褒め言葉として受け取っておくよ。それよりも取り調べは済んだのかい。ああ、一通りな。絶対とは言い切れんが、多分あいつらはシロだろう。本当に？まさか昔の仲間だからってかばってるんじゃないでしょうね。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜、船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔って勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。ちゃんとね、アリバイも調査してきた。むう、そういうことならとりあえず堀にしても良さそうですね。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。女子供に絡む生きってるだけの連中、確かに生きがってるだけって感じよね。まああいつらには俺が睨み目を聞かせておくさ。犯人探しをするついでにな。え、事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らにはここで手を引いてもらう。なんとアガットが出てきた。あ、なんですって。後からやってきてくせに何たわけたこと言ってんの。エステルは引かない。納得できて説明を聞かせてもらえますか。ヨシアとしてもちょっと説明が欲しい。お前ら市場を挟みすぎなんだよ。遊撃士に限らず情が絡むと判断力が鈍るもんだ。たく、ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。あ、すみません、私。あんたが謝る必要はねえ。こいつらの心構えの問題だ。要はプロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ。
なんて言われたって私たちは院長先生と約束してるんだから。おいちゃん、声優劇師と準優劇師が同じ任務内容を希望した場合、規約で優先されるのはどっちだ。やれやれ、分かっててそれを聞くかい。言うまでもなく声優劇室だ。これはね、仕事上の規約もある。僕たちもそれなりの戦力にはなると思います。せめて手伝いくらいは。ただの調査に人数は必要ない。話は終わりだ。悪く思うんじゃねえぞ。アガットが強引に仕事を奪っていった。な何様のつもりや。あいつ悔しいけど彼の言い分は間違っていないからね。反論できないのが辛いな。本当にすみません、私が剣を抜かなかったら。それは関係ないってば。まったく、ことあるごとに私たちを目の敵にして。まあ悪気はないから、どうか多めに見てやってくれ。不器用な奴でね、あんな言い方しかできないのさ。それにどうやら今回の件、奴が追っている事件と関係があるかもしれなくてね。え？アガットさんが追っている事件？詳しいことは話せないが、犯人探しは奴に任せてほしい。アガットはカシウスさんから任された仕事があるとも言っていた。僕の方からもお願いするよ。そんな。そうですか。ではこれまでの調査状況を報告しておきます。ああ、よろしくお願いするよ。はい、一旦ここで報告してポイントまでもらってしまう。うん、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、今度の件にはいろいろと事情があるんだ。申し訳ないが、この報告で調査は終了とさせてもらうよ。でも院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに。こんなのって。エステルさん、あのジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよね。クローゼさんはこれ何か提案をしていく。ああ、内容にもよるけど、法律学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るから、うちが警備を担当してるしね。でしたらエステルさん、ヨシアさん、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。え？それってどういうこと？毎年学園祭の最後には報道でお芝居があるんです。あの子たちもとても楽しみにしてくれてるんですけど、とても重要な2つの役が今になっても決まらなくて。もしかしてその役を僕たちが？はい、このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて。そこで昨夜、学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われまして。あまり多くはありませんが、運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの？自慢じゃないけど、お芝居なんてやったことないよ。片方の女の子を演じる役が武術に精通してる必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。うん、武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は？それは私の口から言うのは恥ずかしいです。それってどういう意味？言うのが恥ずかしい役、それをヨシュアがやろうという感じになっている。もうヨシュアってばしつこく聞くと嫌われるわよ。祭りにも参加できるし、あの子たちも喜んでくれる。しかもお仕事としてなら一石三鳥ってやつじゃない。仕事はね、手を引くことになったけど、孤児院の子たちをね、励ますという意味ではやって損はない感じの仕事。これやる気ないよね。ちょっと待ってよ、ジャンさん、こういうのはありなんですか？もちろんありさ。民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。ふう、なんだか嫌な予感がするけど、役がね、明かされていないからね。あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら、王立学園に向かう前に済ませておいた方が良さそうだね。劇の手伝いをするとなったら、他のことをしてる暇はなさそうだし。これね、システム上の注意ですね、これは。ええ、行く前に仕事は片付けておけということです。なるほど、確かにそうかも。ね、クローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけど、いいかな？あ、はい、私のことは気にしないでください。ちなみに王立学園の場所ですけど、名部会場に出て最初の三つ又楼を東に向かった林道の先にあります。うん、わかったわ。それじゃあ、レッツゴー。はい。ということで、ね、放火事件の犯人探しからは一旦手を引くというかね、アガットに任せることになりましたが、クローゼのね、学園の劇をね、手伝って、子供たちをね、喜ばせようと、そういう方向になりました。はい。じゃあ次回はね、学園に向かって手伝いをしていくところからやりましょう。では今回はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。